挨拶ロストインパラダイス、どうも黒です。というわけで本日も始まりました、面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。僕は先日こちらスクナのモチーフは閻魔天ではないかっていう動画を上げさせていただきました。この動画の後半を理解する上で先日のその動画の内容が大いに関わってくるので、その動画を見ていない方のためにも簡単に、そしてもう見ている方には情報をさらにリニューアルして僕が面白いなと思った話も交えながらお話しさせていただきます。スクナのモチーフが閻魔天ではないかという根拠。閻魔天とはインド神話の山が仏教に取り入れられ、仏教において天界に住むものであり、運命、死、冥界を司る、腕が4本、水牛に乗った姿で描かれていまして、腕が4本というのはスクナと共通している部分でもあり、閻魔天院がスクナの領域展開、福間水氏の院と同じであること、スクナの聖徳領域に牛の骨のようなものが散らばっていること、スクナの額や体にある模様が牛を表しているようにも思えること、これらから考えることができまして、そしてさらにスクナのモチーフが閻魔天ないし閻魔ならば面白い考え方もできまして、それが鬼門。鬼門というのはよく間取りなんかでも使われる忌み嫌われる方角、その鬼門の方角というのが北東、それがゴン、つまり牛と虎の間の方位。虎取雄二は皆様ご存知の通り名字に虎という字が使われております。スクナが先ほどお伝えしたように聖徳領域の牛頭骨、そして額や体の模様が牛をモチーフにしているならば、その牛と虎を両面一対という風に表している可能性もあります。お骨と虎取の出身が宮城県仙台市なのも鬼門に関係していると思っています。鬼門がゴンの方角で牛虎なのは動画でも言われていますが、実感十二支においての流れでは日の絵牛日の絵虎が隣り合っています。さらに鬼門の方角は東北ですが、日本地図で本州の中心からちょうど東北かっこゴンの方向にあたります。まとめるとお骨ユタと虎取雄二、一口家対象になるほどの人物が二人も同じ出身なのは作者的に鬼門生まれだからってことなのかなという考えでした。先日の動画ではこのような意見もいただいております。こういう観点から見ても面白いですよね。この考え方をもう少し分かりやすくお伝えしますね。これが陰陽の考え方の対極図、こちら見たことある方も多いと思うんですが、白いところが陽、黒いところが陰。この考え方は僕らの生活の至るところにも落とし込まれていて、例えば陰キャ、陽キャもこれらがベースになっていますし、時間なんかもそうです。日本はもともと十二支で時間を表しており、この対極図に十二支を当てはめるとネズミは下になるんですが、方向感覚が分かりにくくなってしまうので、ネズミを上にしてお伝えしますと、このように24時間を12時で表すと2時間単位で進んでいって、23時から1時までがこの一番上寝の刻、お昼の11時から13時までがこの一番下の馬の刻。なのでぴったり12時が正しい馬と書いて正午、これよりも前が午前、これよりも後が午後だったりとなるわけです。そして先ほどもお伝えしたように鬼門は北東、牛と虎の間、その逆が南西の裏鬼門。なぜこの鬼門裏鬼門が忌み嫌われるかと言いますと、陰陽の入れ替わりのラインを表すものだからですね。夜のエネルギーと昼のエネルギーの入れ替わり、いわばあの世のものとこの世のものの入れ替わりを意味するところ。なのでこの牛蜜時もお化けが出やすい時間と言われるわけですね。童話なんかで鬼のイメージが牛の角で、そして虎柄のパンツなのもこの鬼門から来ており、桃太郎のお話もこっから来てまして、陰陽が入れ替わったところからの猿、キジ、犬を連れて、イノシシとネズミは五行の考え方だと水を表し、海を渡って鬼退治というところにもつながっています。陰陽という呼び方で今まで説明してきましたが、呪術回戦の中に登場する陰陽字にもこの字が含まれており、こういう考え方がベースになっているんだよっていうことは分かったと思います。そして未だに不明なスクナの術式、閻魔というのは共通認識として地獄の大王、地獄の番人のようなイメージ、閻魔大王のいる場所は地獄、死後悪人が訪れる場所、仏教においての生まれ変わり死に変わり、六道輪廻という思想がありまして、その六道というのが天道、人間道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道。このうち天道、人間道、修羅道を三千種、三千道といい、ざっくり言うと善人が行くところ、畜生道、餓鬼道、地獄道を三悪種、三悪道といい、ざっくり簡単に言うと悪人が行くところ。地獄道の地獄の豪華が風雅による炎の攻撃、餓鬼道の常に飢えと渇きに苦しみ、畜生道の
食物連鎖、スクナの趣味嗜好が食べることなのも、裏梅が料理人なのも、福まみ寿司にもお腹にも口がついてるのも、スクナの術式はこのあたりがモチーフになってるのかもしれません。これまでの話を踏まえた上で、考察仲間の8ビートさんから面白い考察をいただきましたので、ご紹介させていただきます。この段階でもちょっと難しい話だったんですが、これからもね少し難しい話になるので、文章だけで飽きないように素材を交えながらお話しさせていただきますので、皆さんもついてきてください。そしてこっからの内容は最新話ではありませんが、第145話までの内容を含みますので、単行本派の方はご注意ください。以前挙げたこちらの動画にしていただいたコメント、お久しぶりです。最近の私の考察とかなり近い内容でしたので、ここで投下したいと思います。今回の考察は仏教の視点から見た陸眼と天眼についてです。かなりの長文ですが、よければ見ていってください。まず陸眼についてですが、仏教に関連してそうなものが2つあります。1、仏教の5弦に続くそれを超える目という意味の6弦、2、仏教の六道過去輪廻転生に関連する目という意味の6眼。このうち私は1ではなく2なのではないかと考えています。なぜなら1は5弦と読むため、6弦と読むのが自然だから。同時に六道は陸道と読むこともあるから。六道は輪廻転生に深く関係しており、陸道輪廻という言葉もある。これは呪術廻戦と強くつながるから、よって2の六道に関係していると考えました。六道とは天道、人間道、修羅道、ガキ道、畜生道、地獄道の6つの世界でこの世は成り立ち、このうちどこかの世界で死ねば生前の行いが反映され別の世界に転生するという考え方です。私たちが生きているのはこのうちの人間道です。そして仏教が目指すのはこの六道からの離脱です。離脱するには修行して悟りを開く必要がある。ところで毎年お盆の季節に先祖があの世から帰ってくるという伝承のもと、京都では送り火をしたりしますが、同時期に京都の六道鎮の寺で六道参りが行われています。この行事の意味は上記の通りですが、なぜここでそんなことをするかというと、ここの付近は六道の辻と呼ばれ、まさにあの世とこの世の境目であるからです。ここから先祖が出入りする。その境内への参道の一つに松原通りという場所があります。そしてこの通りのかつての名前は五条王子かっこ五条通りです。だから陸眼は五条家の人間しか開眼しないのです。そして考察したこの目の最大の特徴は、歴代保有者の知識や経験を保存したまま六道全ての世界を巡るということです。これで陸眼の特徴は全て説明できます。まず陸眼保持者は見るだけで相手の術式の詳細が分かり、呪力を緻密に操ることができ、術式による呪力ロスが少ないという力があります。これは呪術に関する圧倒的な知識と経験があるからと考えられます。当たり前の話として、とてつもない量の修行すれば、呪力操作の精度は上がり、術式も低コストで発動できるようになるでしょう。また同じ術式を持つ者は、かっこ今までの術師も含めると数多くいるので、その全ての知識を持っていれば、少し観察するだけで相手の術式を読むことは可能でしょう。スクナの分析力のように。当然、普通に生きていれば一生のうちにそんなことはできませんが、陸眼には歴代保有者の全てが蓄積しているので、先天的にそれが可能になるということです。さらに、陸眼持ちは同時に生まれない。陸眼を持たない無加減呪術師はいる。抱き合わせは数百年ぶりなどということからも、陸眼を持って生まれることは非常にレアなことだと言えますが、これは他の5つの世界のどっかに陸眼が行っているからです。そして、人間道に陸眼持ちが生まれる条件は、星晶体が天元と同化するときです。厳密には、星晶体が天元と同化する際に、術師として戦えるようになるときです。このことから逆に、呪術をめぐる戦いとは人間道だけでなく、他の六道の世界でも行われていると言えます。そして呪術、括弧術式、術師、呪霊、呪物なども含む、は、この六道の世界をめぐっており、そのうち特殊な転生の仕方をするのが陸眼ということです。括弧六道の各世界の設定を考慮すると、すべての世界で戦いがあるわけではないかも。呪術の存在する可能性が高いのは、修羅道、ガキ道、地獄道かと思われます。また仏教の設定には、六道の各世界にいる人々を救うため、各世界に担当の菩薩、括弧観音がいます。私たちが生きている、そして呪術廻戦の舞台である人間道の担当は、不空賢者観音です。括弧巡礼観音とする宗派もある。まさに下等の中身である賢者とつながりますね。次に天元についてです。まず注目すべきは天元の目が4つであるということです。500年置いたら目が増えるというのはさすがに考えられません。過去500年生きていないので分かりませんが、仏教において4という数字は死体に関係します。死体とは簡単に言うと、悟りを開くためにすべき4つの気づきのことです。死体は六道輪廻から離脱と直接関係しているわけです。かっこ本来は死体だけでなく八正道を実践する必要がある。六道輪廻から離脱するとどうなるか、それは四苦八苦からの解放です。
このうち最も大きな苦とは死です。簡単に言うと死の苦しみがなくなるのです。天元が死なないこととつながってきました。天元は死体の達成、つまり六道輪廻を解脱したことを象徴し、陸眼は六道輪廻を巡っていることを象徴しているのです。そしてこの二つを結びつけるのが星晶体というわけです。文字通り因果でつながる。さらにスクナはエンマを象徴しているという説を統合すると、エンマは地獄道の象徴ですから、虎杖悠仁は地獄道の王と同化し六道輪廻をまたいだ戦いに巻き込まれたと読むことができます。この呪術廻戦という話は六道の一つである人間道の話でしかなく、呪術の戦いは六道全てで起こっているというオチかもしれません。とてつもない長文失礼しました。8ビートさん、ありがとうございました。もちろん僕らの考察は表面ではなく、かなり深掘りした裏設定に近いようなものになると思うので、原作でもどこまで描かれるか分かりませんが、こういう考え方もできるよって視点で見ると、物語をより深く、より面白く見ることができるんじゃないかなと思います。これからも考察というエンターテインメントを皆様と一緒に楽しんでいけたら嬉しいです。ぜひ皆様の意見や考察も下のコメント欄で教えてください。ということで本日の動画はいかがだったでしょうか。僕のチャンネルでは面白い作品をより面白く狭く深く追求するチャンネルとなっております。第1章約束のネバーランド、第2章呪術廻戦の動画、過去めちゃくちゃ上げておりますので、固定コメントに関連動画載せておきます。というわけで考察が好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高。では。